の町ぶらり岡崎発見隊はここ藤川町にお邪魔しています。岡崎市藤川町は東海道53次37番目の宿場町。国道1号線に並行して走るのがかつての東海道。今でも古い町屋も点在し、かつてのにぎわいを思い起こさせます。その歴史を楽しむ観光客も多く訪れるといいます。いやいやいや、今回は藤川宿の紹介じゃないんです。それじゃ一体何の紹介をするかって、実はそのヒントがここ中央道にあるんです。じゃん、これあの松尾芭蕉の句碑。なんて書いてあるかっていうと、ここも三河、紫麦の柿つばた。松尾芭蕉が三河を訪れた時、有名な柿つばたとこの紫麦を見て、その同じ紫の美しさを詠んだと言われています。そう、ここ藤川町は紫麦の産地として有名だったんです。でも花の柿つばたと比較されるぐらいの美しさだなんて、紫麦って一体何なの？実は江戸時代の書物に本朝食巻っていう食物図鑑的な図書があるんですよね。その中に、紫麦というものが出てくるんですよね。非常に原種に近い種類だもんですから、なかなか栽培が難しいで、収量も上がらない。ですから最初はですね、観賞用としてね、細々とこう栽培をしてたんですよね。その後しばらくは紫麦というのは藤川の地からなくなってしまって、でそれをなんとか復活しようと、そういうことで愛知県の農業総合試験場から苗を、これをもらってきて、それでその復活栽培を始めたんですよね。ですからこれからもっともっと紫麦を通じた町づくりをね、積極的にやっていきたい。今藤川町で栽培されている紫麦は5種類。その中で一番多く作られているのが大甲柑という品種。そのわけは最も紫色が綺麗だから。観賞用の麦の面目躍如ですね。そして紫麦の栽培には多くの町の人が協力しているんです。例えばこの本陣の裏にある畑は地元の藤川小学校の子どもたちが育てているんです。聞こえますか？なんだかにぎやかな声。こちらの畑ではたけのこ幼稚園の子どもたちが一生懸命に紫麦を収穫しているんです。この畑では種まきや麦踏みなどの節目ごとに、このように幼稚園の子どもたちがお手伝いしに来るんです。私もちょっとお手伝い。あれ、麦の色が紫色じゃない。実はね、紫麦っていうのは色が一番綺麗な時期は、5月連休明けの、10日から15日ぐらいで、今熟してきますとこういう色に変わってきます。この色が収穫時期。本日は第13回の紫麦まつりがこのように盛大に開催できますことを、まずもって心からお祝い申し上げます。紫麦とともに町を盛り上げよう、そうした気持ちを今年13回を迎えた手作りのお祭り、紫麦祭りにも見ることができます。お祭りはどういうものなんですか？紫麦祭りは紫麦が一番きれいに色づく5月の中旬に開催しています。で、このお祭りは藤川宿と紫麦を多くの方に知っていただいて楽しんでいただくということを目的に、行っております。観賞用といっても紫麦は大麦の一種、食べられる名物作りも盛んです。
地元の学校などからアイディアをもらい開発された紫麦 100% ビール。あー、美味しいですね。そして町内でいつでも食べられるほど普及した紫麦うどん、その独特の食感で大人気。お祭りでも行列ができるほどです。美味しかったです。もちっとしてね、美味しい。紫麦を使ったお菓子のアイディアを競うお菓子グランプリ、今町が一番力を入れているイベントです。将来ここから新たな町の名物が生まれるかもしれませんね。グランプリを取ったのはこちらのグループ。その決め手は何だったのでしょう。工夫した点は名前にも出てるんですけど、ザクザクという食感と、あと苦労した点はやっぱ紫麦なので、紫っていうのをどう表現するかをすごい悩みました。お祭り大盛況でしたね。でももっと気になるのが紫麦を使ったお土産や食べ物。実はそのいくつかがこの道の駅で買えたり食べられちゃったりできるんですよ。あ、ありましたありました。おうどん、あ、そばに、おせんべいに、他にもたくさんありますね。こちらのコーナーではお土産、そして実際に食べることができるコーナーもあるんです。こっちが麦とろ、そしてこっちがお祭りで好評だったおうどんです。紫麦が入ったご飯からいただきたいと思います。紫麦どんな味なんでしょうか。普通の麦と違ってちょっと固めですね。美味しいです。もうさらっと食べれてこの夏にぴったりです。それじゃあお次はおうどんいただきたいと思います。なんだか見た目はお蕎麦のようですが、ちょっとうどんには見えないですね。いただきたいと思います。少し固めで噛み応えがあってとっても美味しいです。今回紹介したのは麦とろとおうどん、他にもいろいろなメニューがあるようです。いかがでしたか。今回の町ぶらり岡崎発見隊、江戸時代に盛んだった紫麦を復活させて町の名物まで作っちゃうなんて、町の人頑張っていましたね。残念ながら紫麦の見頃は5月、来年までのお預けです。だけど私のおすすめのおうどんはいつでも道の池で食べることができますよ。町も宿場町ですから見どころ満載です。5月の爽やかな風に揺れる紫麦、皆さんも来年見に来ませんか。